こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、ソード仮面ライダー01 AI06 フィーチャリングソード仮面ライダージオー仮面ライダーゾンジスです。はい、まあ、今回ね、仮面ライダー01のソード AI06 なんですけども、フィーチャリングソード仮面ライダージオーということで、今パッケージがね、あのジオーの時のように時計のメモリがあったり、こうベルトがあったりということになってますね。まあ、ジオの映画に出てくる敵のライダーなので、このようになってますね。はい、でこちらゾンジスは、まあ、このパッケージだけで一体完結できているんですけども、まあ、こちらのねオプションパーツセットをつけることでマントを羽織った状態の完璧なゾンジスが完成しますね。そしてセット内容はこのようになってまして、今スタンドもねついてまして、もう一個スタンドがついてるんですけども、これはこれとこのライフルとナイフ、これは前回の5番のトリロバイトマギアの専用の武器となってますね。はい、であとはこのマントが付属してますので、これをゾンジスに取り付けることができます。はい、今回はこの2つをね同時に開けていこうと思います。はい、まあ、仮面ライダーゾンジスは仮面ライダージオーオーバークォーツァーの映画に出てきました、パパイヤ鈴木さんが演じてましたね。ちょっと名前が出てこないですけども、そのパパイヤ鈴木さんがやっていた役の方が変身する敵の仮面ライダーで、このゾンジスっていうのが仮面ライダー ZO と J とゼクロスだったかな。それが合わさってこの文字をねアナグラムして、ゾンジスという風になってますね。その3つのライダーが合わさったようなライダーということで、はい、凶暴な感じがします。はい、それでは開封していきたいと思います。はい、ということでセット内容はこのようになっております。はい、仮面ライダーゾンジスのボディ、はい、割と鮮やかな黄緑色ですね。はい、こういったところにね塗装が入ってます。はい、あとこの肩の角のパーツと開き手のパーツ、そしてシールとガムが1個ついております。そしてオプションパーツセットの方は、はい、スタンドと台座が2つ、そしてこのマント一式ですね。はい、はい、そしてゾンジスはですね、この胸がパカッと開いてですね、ミサイルをね発射するようなところがあるんですけども、その開いている状態の胸パーツですね、はい、ここを外してこれを取り付けると展開状態になりますね。はい、そして、こちらが、トリロバイトマギアのナイフとライフル。はい、そしてシール。そしてガムが1個付いております。はい、このスタンドの1つとライフルとナイフ、そしてここのトリロバイトマギアのシールですね。これは、トリロバイトマギアの方で使うということですね。そしてこちらのねゾンジスの、ライドウォッチのシールですけども、これがさっき言っていた ゼクロス ZOJ だと思いますけども、はい、ということでそれでは
こちらシール貼りと組み立てやっていきたいと思います。はい、ということで仮面ライダーゾンジス完成いたしました。まあ、マントがついているのとついていないのではね、全然
こうスタイル的にもね違ったような感じがしますね。このマントなしではもう野生的な感じがしますけども、マントがつくともう荘厳なね、なんか動かずして、まあ、その場にいるだけですごい威圧感みたいなね感じがしますけども、そしてですね、こう余剰パーツがこのように出てしまうわけですね。この肩のこの角みたいのがねここについているので、これはマントをつけている状態ではこれは使わないと。そしてこの胸のところもね、このマントのこの前に垂れ下がる部分、この部分がついているので、これもこれがついている状態では使わないと。まあこちらもね、余りパーツになってしまうので、ちょっとね、なくさないように気をつけたいと思いますね。まあ、そしてね、登場した時はこのようにね、マントをつけていて、戦う時はマントをバサッと脱いで、この状態になるんですけどもね。まあそこまでね、ちょっとやってみたいと思います。はい、まずはね、マントを全部外します。はい、そしてこのような状態になったら肩の角をつけて、ちょっと胸パーツがね残っちゃいましたが、これ外してこの通常の状態の胸に変えて、これがこのノーマルですね、このこちらの箱に入っている状態のものになりますね。はい、そしてこの胸パーツを外してですね、こちらをつけることで胸からミサイルをね発射する時の展開状態になりますね。はい、これはまあここが胸がパカッと開くようになるんですけども、このギミックはねさすがに想像では再現できなかったのかなと。ちょっとそれもねやってほしかったですけども、まあ仕方がないですね。はい、なのでこの胸の状態はですね、3段階ありますね。この、ここについているものと、全くのノーマルと、このミサイルポット展開状態と、いろんな状態がね、楽しめます。はい、そしてまあ、これ映画の中のね、敵のライダーなので、映画に出てきた、このね、ジオオーマフォームとかね、先行で出演したこの01がね、出てまして、このね、ゾンジスと戦ったという感じだったと思うんですけども、こちらと一緒に並べてもいいかもしれないですね。はい、ということで今回は、双頭仮面ライダーゾンジスを組み立てました。まあ、余剰パーツがね、いろいろ出るということで、このスタンドの方にどのぐらいパーツを取り付けられるかとやっていたんですけども、まあ、肩のこの角ですね、これがここに、刺すことができて、で胸パーツはここにしかできないですね。なのでここにどっちかを取り付けて、でもう一個はねここに乗せておくような感じでなくさないように気をつけるような形になると思いますけども、そしてまあゾンジスの方は、まあ、マントがあるのでこのマントをね支えにして立つようなこともできますけどもね、スタンドがあると、まあ、マントがこのスタンドの支柱が邪魔になって、あんまりこうここに台座に立てるっていうのはあんまり難しいかなと思うんですけども、はい、まあ、今回はこのゾンジスがね映画版に出た敵のライダー、立体化しましたけども、まあ、次回の、ソード AI07 の方には、ザモナスがラインナップされているということでね、であと、まあ、今回の、まあ、06からの流れでいけば、次回は仮面ライダー1型とかもねラインナップされてくるので、まあ、こちらのね001とまあちょっと戦ったところもあったので、これと並べてみたいと思います。で、まあ、あとはここに書いてありますが、次弾にはランページバルカン、ジン・バーニング・ファルコン1型も収録と書かれてますのでね、はい、こちらも楽しみにしたいと思います。はい、ということで以上トイズガオでした。ありがとうございました。Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、またねー。